はい、こんにちは、安藤梅田です。はい、はコペリアです。今日は覚醒サガについて触れていきたいと思います。梅田さんはサガ育てとるんか？未だに星5のレベル70ですけど、これを機に育ててみるのもありかなと思っています。では見ていきましょう。はい、サガが覚醒させるスキルはこの善悪一体となっています。覚醒前は善悪一体の特性によりギャラクシアンエクスプロージョンで3体以上の敵を攻撃すると精神粉砕が発動するというものになっています。精神粉砕とはもう一つのスキルで、燃焼貫通が上昇するというものです。それが覚醒して善悪一体核となると2つの特性を得ることができます。まず善の方の特性ですが、ギャラクシアンエクスプロージョンを放つとき、相手が3人の時は必ず精神粉砕が発動するようになります。まあ、ここは前と同じですよね。はい、そして攻撃を受ける敵投手が4人を超える場合、攻撃に 35% HP 吸収が付与されます。攻撃を受ける敵投手が5人を超える場合、攻撃後に自身に異常耐性プラス 35% をつけます。はい、どれもかなりね強力な付与効果なんですけど、特に 35% HP 吸収はかなりでかいですね。かなり回復ができそうです。もう一つの特性は悪の特性、こちらも付与されます。悪のサガがギャラクシアンエクスプロージョンを放つときは、前3回のギャラクシアンエクスプロージョンのダメージを圧縮し、メインターゲットに前4回のギャラクシアンエクスプロージョンと同じ総ダメージの 120% の念力ダメージを追加で与えます。ちょっとね、日本語が不自由な文章なんですけど、解釈としては2回目以降のギャラクシアンエクスプロージョンを打った時に、過去3回分のギャラクシアンエクスプロージョンで与えた総ダメージの 120% をメインターゲットに与えるというものになっています。ですがこれはレベル5の時でして、レベル1や2だと過去1回分のギャラクシアンエクスプロージョンの総ダメージの 80% をメインターゲットに与えるというものになっています。またレベル3ですと過去2回分の総ダメージの 90%、 レベル4ですと過去2回分の総ダメージの 100% をメインターゲットに与えるものになっています。そしてレベル5になると過去3回分のギャラクシアンエクスプロージョンの総ダメージの 120% をメインターゲットに与えるというものなので、レベル5とレベル4の格差がすごいですね。ですので連続してギャラクシアンエクスプロージョンを打っていくことで、今までシードラゴンのカノンとサガでやっていたコンビネーションを一人でやってしまうということに近い感じになりますね。これは本当にすごいですね。ですので連続して打てばかなりの単体ダメージを与えることができるため、1ターン目のエネルギー問題さえ解決すれば、ジェミニカノンがバーンされた時の代わりとしても役立ちそうですね。はい、では実際使っている映像を見ていきましょう。逃がさないよ。はい、こちらは次回再試合の公平試合なんですけれども、一足先に覚醒サガを使うことができます。2段目にねカノンと違ってエネルギー作ってくれないので、エネルギー問題を解決する必要はあります。はい、覚醒してますね。ここは私が始末をつける。はい、エクスプロージョン打ってみましょう。ギャラクシアンエクスプロージョンだ。出ます。はい、1回目は特に変わらないですね。星雲祈願。ただ異常耐性がついているのが分かるかと思います。行くぞ。はい、このまま見ていきましょう。はい、異常耐性ついてますね。 35% は振っています。
逃がさないよ。この公平試合でも風の精霊がついているので、それも相まって連続して攻撃していくとすごいことになりそうですね。君の最も重い罪は無数に他人を傷つけてきたことだ。ここは私が始末をつける。食らえ。はい、ギガントに艦隊ダメージが入りましたね。次にルネに行ってみましょう。ルネに凄まじいダメージが入りました、ね、28万超えてましたね。はい、連続で出すとこんな風に単体ダメージ、メインターゲットに単体ダメージが凄まじいのが入ります。アームズウェッツ超速飛行。こうやって連続で出していけば地味にカノン越えしているぐらいの単体ダメージが与えられていますね。どんなもんだい。行くよ。ここは私が始末をつける。次にバレンタインに行ってみましょう。これで君の死は確実なものとなった。受けてみよう。星雲祈願。はい、今さっき通常攻撃をいっぱい挟んでしまったせいなのか、威力が単体ダメージの威力がね少し下がってました。バレンタインの特殊な効果なのかちょっと分かんないんですけど、どっちか分かんないけど。コスモよ。はい、まあ、こういった感じですね。そんなもんだ。念動力逃がさないよ。覚悟を決めな。ここは私が始末をつける。はい、最後に行ってみましょう。クラエ、ギャラクシアンエクスプロージョン。ドカン。カメ、ケイロ。63万行ってましたね。すごいですね。はい、このように連続して出していきますと、風の精霊の効果も相まって、まあ、全体ダメージも、そして凄まじいほどの単体ダメージを与えるようになりましたね。ちょっとこれは欲しくなっちゃいますね。はい、覚醒させるかどうかの判断の一つとして覚醒バフを見ていきましょう。覚醒バフはこれは海外の画像なんですけども、まず年功が270プラスですね。結構でかいですね。はい、またこの下のやつは年俸貫通なんですけど、年俸貫通が5上がります。年俸貫通といえばね、佐賀なんでもうちょっと上げてほしかったですけど、まあ、結構ねいい感じのバフがありますね。また大きいのがクロスのパーツが5個というところですね。ですので他の6個のキャラよりも結構ハードルが低いかもしれませんね。はい、ですので、まあ、無料分で結構集めれちゃうかもしれないので、ぜひやってみましょう。はい、覚醒サガを使っていくにあたってぜひともクリアしておきたいのが闘志伝説のサガですね。闘志伝説を全てクリアすれば年功プラス 13% と速度プラス40が得られます。メインで使っていくならなんとかクリアしていきたいですね。ただサガが覚醒すればクリアしやすくなるので、覚醒させてから闘志伝説をクリアするのもありですね。今はちょっと難しすぎますからね。私もちょっと断念してしまいました。覚醒サガいかがだったでしょうか。なかなかあの性能でしたね。サガをすでに育成している人はもちろん、育成していない人もこれを機に育ててみるのもいいかもしれませんね。かなりロマンがありそうなので、ちょっと私も育ててみようかと思います。今回の動画は以上になります。少しでも参考になれば幸いです。またお会いしましょう。またねー。